おかっちです。お菓子じゃないで。ところで君たち、自分のことは好きかい？生まれ変わってももう一度自分になりたいと思ってるかい？あ、僕？おかっち？そんな言うまでもないやん。おかっちは自分のことがめっちゃめっちゃめっちゃめ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 ちゃ大好きです。生まれ変わってももう一度おかっちとして生まれていきたい、そう思ってるの。なんでかわかるやん。まず帽子めっちゃ似合ってるやろ、めっちゃ似合ってるやろ。そしてね、眼鏡も案外いけてんねん。そして最近目の眼鏡の奥にあるその目、結構ねパッチリしてね、かわいいね。そしておはだからおかんちは自分のことが大好きで、生まれ変わってももう一回自分になりたいと思ってるんですね。そんな感じです。次は君たちの番だよ。自分のこと好きな人。そうかそうか、なるほどな。もちろんわかるわかる。自分のことが好きな子もいるし嫌いな子もいる。ほんでこんなところは好きやけどこんなところ嫌いやなってな、そんなこともあると思うねん。でも言えることはな、自分のことが大嫌いやったり嫌いやったらめちゃくちゃ辛いねん。1日は24時間でしょ。1年は365日。そう、ずっとずっと嫌いな人と一緒にいるようなもんや。ずっと嫌いな人と一緒にいてたらね、何をしてても楽しくないねん。学校も大人になっても仕事してても、それ辛いやん。だから今日は特別です。ここにいるおかっちが君たちに魔法をかけてあげるよ。魔法です。あ、言ってなかったな。おかっちね、だいたい7年ぐらい前ね、飛行機にブーンってなってね、飛行機ブーンと乗ってアメリカに行ってたら3年間住んでたんだよ。そこでね、おかっちのお師匠さん、結構でっかいよ、でっかい黒人のね、お師匠さんにね、魔法を教えてもらったの。そう、だからおかっちはね、1555の魔法が使えるんです。いいですか、今日は特別にその中の一つの魔法を君たちにかけてあげよう。その魔法は自分のことが好きになれって魔法です。いいですか、この魔法をかけられたらたちまち君たちは自分のことが好きになります。いいですか、よかったね、得したね。いくよ、かけるよ。よし、準備できた。いくよ。マハリクマハリカ、ヤンマラヤンヤンヤン、自分のことが好きになれ。で、なんか変わったか？大成功のようやな。もうおかっちができることは何もない。あとは君たちがサイコロを振るだけや。サイコロ、あとは君たちがこのサイコロを振れば自分のことをたちまち好きになるだろう。
が大好きになります。今まで君たちにはサイコロが見えなかったでしょ。でも今ははっきりと見えるんです。この見えてるサイコロを振れば自分のことがたちまち好きになる。よかったな。何言ってんねんと思ったやろ。今おかちゃんに変なこと言うてんねんと思ったやろ。分かった分かった。じゃあ分かりやすく説明するよ。まず考えてみよう。なんで人間は自分のことが嫌いになると思う？簡単や。自分の悪いところばっかり見てるからや。例えばね、このサイコロ、ここの黄色のカズホおばさん、カズホゴンザレスおばさんが君たちのいいところやとするやん。それ以外は悪いところやとするやん。じゃあどう？いいとこ見える？自分のいいところ見える？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 どう？ああ、また100点取られへんかった。バカやわ。また運動会負けてしまった。一番になられへんかった。なんで俺は字が汚いんやろ。何やってもダメや、みたいな感じで自分の悪いところばっかり見えてるの。そら嫌いならば自分の悪いところばっかり見てたらそうやろ。でもね、でもね、それは自分は悪い人間とか、いいところが一つもないとかそういうことじゃなくて、ただいいところ、ここにあるいいところが見えてないだけなの。見えてないだけなの。それだけ。たまにね、このいいところっていうのは隠れていてちょっと見えにくかったりするの。それが見えていないから、悪いところしか見えていないから人間は自分のことが嫌いになるんです。そう、もう一回いいよ。みんなにはいいところが一つもない、そんなことはありません。間違ってます。 100% 間違ってます。いいところが一つもないんじゃなくて、いいところが見えていないだけなの。見えていないだけだから、まずは信じよう。まずは信じよう。自分にはいいところがあるってまずは信じよう。そしてサイコロを振るね。サイコロを諦めたらあかん。諦めたらあかん。信じるね、自分のこと。自分のことを信じて、自分にはいいところはあるって信じて、ただ見えてないだけなんやって信じて、あとはこのサイコロを振るね。 OK。 じゃあ振ってみるよ。振ってみるよ。悪いところしか見えてない。でも振ってみるよ。どうや。諦めたらあかん。諦めたらあかん。もう一回振ってみよう。もう一回振ってみよう。ほら見えた。100点は取られへんかったけど、30個も新しい漢字を覚えれた。ほら見えたでしょ。もう一回やるよ。どんどんやるよ。ほら諦めたらあかん。もう一回振るよ。もう一回振るよ。あかん。もう一回振るよ。もう一回振るよ。ほら見えた。1番にはなられへんかったけど、前よりも1秒も速く 100m 走を速く走れるようになった。見えたやろ。もう一回振るよ。ほら見えた。自分は字はあんまり上手じゃないけれども、絵を描くのは得意。ほら見えてくるでしょ。見えてくるでしょ。そういうことなの。そういうこと。自分にはいいところが一つもないんじゃなくて、ただ見えていないだけ。諦めたらあかん。自分のことを信じて、絶対見つかるから、信じてください。一つでも自分の素敵なところ、頑張ってるところ、かっこいいところ、そういうところが一つ、二つ、三つ見えていったら、どんどん自分のことが好きになってくるから。わかったでしょ。サイコロを振れば自分のいいところが見えてくる。そしてどんどん自分のことが好きになってくる。そういうことです。だから早速今日三つのことを試してください。今日からね。まず一つ目、それはサイコロを買ってください。こんなでかいやつじゃなくても100円ショップにいたら、行ったらサイコロね、売ってるからね。100円で売ってます。ぜひゲットしてください。そして自分のお守りとして持っていってください。2つ目、自分の嫌なところとかダメなところとかが見えたり、嫌いやなって思ったらサイコロを出して、そしておかちが今言ったことを思い出して、自分はダメな人間じゃなくて、今
ダメなところしか見えていないんだ。いいところを見つけようって自分のことを信じたら、いいところは必ずある。それを思い出して、そしてサイコロを振ってください。そうしたらね、気分はちょっと変わるからね、明るくなってくるから。そして3つ目、毎日どんなちっちゃなことでもいいから、3つ自分のいいところを見つけてください。どんなことでもいい。朝早く起きれたなとか、今日はご飯きれいに食べれたな、最後まで食べれたなとか、おなんか今日はいつもよりもシュートが入るんじゃないとかね、どんなちっちゃなことでもいいから、いいところを見つけて、そしてそれを見つけたら声に出して褒めてあげて、あ、おかっちよく朝早く起きれてよかった、頑張ったねとか、わーお、いつも頑張ってるからシュート入るようになったね、すごいねとか、自分を褒めてあげてください。そしてもっといいのが、ご褒美をあげる。なんか自分のいいところが見つかったら、自分にご褒美をあげて、なんか好きなお菓子を食べるとかね、ジュースを飲むとかね、いつもよりも長くお風呂にチャプンするとかね、どんなことでもいいご褒美をあげて、そしたらね、どんどん自分がね、嬉しくなってくるかな。そしてもっといいのは、友達のいいところとか見つけたら、その友達にも教えてあげて、じゃあ友達も嬉しくなるでしょ。友達も嬉しくなったらね、仲良くなるでしょ。それだけじゃないよ、そのいいところをね、教えてあげたその友達もみんなのいいところを教えてくれるから、そうするとね、どんどん自分のこと好きになってくるし、自信がついてくるでしょう。そう、ぜひこの3つのことを今日から試してください。やるんだよ、試すっていうのは。やってみるんだよ。やらないと何も変わらないからね。一歩一歩進むためには、一歩一歩前に進まないといけないんです。そう、自分が行動しないといけないの。だから頑張って楽しくやっていきましょう。そんな感じです。サイコロを振れば自分のことを好きになる、そんなお話をぺちゃくちゃやらせていただきました。また近いうちに会いましょう。バイバーイ。ちゃんと歯磨くんやで、ご飯もしっかり食べてな。バイバイ。